様ですまあそれではね8月5日から9日まで第32週目のテクニカルでの見通しお話ししていこうと思います、えー、まず前提としてなんですけども今回は先週温存していた資金を遺憾なく発揮していただいて利益の拡大を狙ってほしいなっていうところですね、えー、余剰資金の大きいものに今回有利になってきますまあたいですね 金融政策が変わった時って余剰資金があればあるほどその人たちに有利になっていくっていう向きはあります、えー、例えばね今回の下落っていうのはなぜ起きたかっていうとその原因の一つにはあのまあニー s a をはじめとする少資金の人の、ね、投資資金がまあ損切りされてるっていうことがあるんですよまあいわゆるローバ売りってやつですよね特に新ニーサってのはこの瞬間とか先月先週 7月とか6月に初めて買ったって人もいるわけですよねそういった人っていうのは資金を入れたとに逆回りして含み損になるわけですからビビってお金がなくなってねやばいって思うわけなんですよ、えー、特に投資初心者の方こういう方ってのがニーサですとかね新ニーサに集中してる向きがありますんでこういう人たちのね資金はね本当に非常にもろいと思いますで十分な資金がある人ってのはニーサ a 新ニーサの 非課税枠のメリットってあんまりね、感じないんですよね。というのが、非課税枠がやっぱり少ないんですよ。まあ、要するに、まあ、数百万単位ですよね。もしくは数十万単位で参加する人にとって、この、まあ、免税の制度っていうのはね、魅力的に映るんでしょうけども、そもそももっと大きく稼ぐ人とか、自分の余剰資金を20年とか30年単位で投資資金に、まあ、運用に回そうとする人っていうのは、まあ、今回のね、 値下がり数千円こういうの痛くもかゆくもないっていうか、そういうのを折り込み済みで参加してるんですよね。ということで、やっぱり、うん、あの、株式の投資ってのは、私たちのやっているようなね、FX トレードみたいに、あの、小回りが効かないんでい、本当にね、上級者向けだと思いますよ。まあ、よくね、初心者ほど、 株とかっていう向きもあります確かにそういった面もあるんですけども基本的には自分のなけなしのお金がですね数十万数百万30年間使えませんよっていうようなね縛りがあるのが株式ですからで FX ってのは毎日利益を取り出せるでしょ、うん、だからこういう小回りの利く短期的な利益を狙うんだったら トレードはこれ FX に集中して長期で寝かせるにはまあ株なのかなっていう順番ですね、大枠は。はい、それで今見ていただいているのが月間なんですけども、我々の相場ってのはどうなってるのかっていうと、もうお分かりだと思いますけども、これだけ大きな陰線が出て、その後陰線が出続けてるわけですよ。さらにこちらとこちらの防衛ラインを2つとも安々と破ってるわけですよね。そう考えていくと、今後も 下落ってのがしばらく起きると思いますねでこの形成中の陰線ってのはどこまで伸びるかってことなんですけども一応ライムの移動平均線をぶち破りましたんでこの赤で止まるかどうかっていうとこですただ赤で止まるかどうかって言ってもまだね伸びしろがこれだけありますからもうちょっと下の方に伸びていくんじゃないかなっていうふうに見ることができます、はい、まああの本当にこの包み足ですよね包み足これ包み足ですよ 高根県で包み足が出てしかも陰線がこれだけ長いわけですからすぐには止まんないと思いますねでえっ、ー、と週足の方を見ていきましょうえー、これが週足なんですけどもここで陰線が出てでさらにこれも包み足ですねでさらに次も陰線ですでためらった陰線の後 大きく陰線が出て、これは移動平均線の赤いところを破ってますんで、この青で止まるかどうかっていうところですね。そこを見ていくってことになります。同時に、この青で止まるってことはどういうことかっていうと、ここ15、151円とかね、あの、例の152円防衛ラインのあたりにもかかってきますので、これ列サポ転換が起きたところです。ここを破るかどうかっていうところも注目ですよね。151円の半ばから152円のところに抵抗体があります。これ抵抗体の意味わかりますかね 今更説明するまでもないと思うんですけどもちょっと忘れちゃったかなっていう方はねまあお調べいただくかお問い合わせくださいじゃあ日足の方見ていきましょうここまで長期の波っていうのは下落だったわけですけども日足も同じですねここで一旦止まるかなここでまた止まるかなと思ったところやすやすと突破して今陰線をどん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 長くしてますねこの 一番高いところからのダブルトップの陰線と同じような長さの方がここに来てますよね。で、ここも2つに分割されてますけども、陰線の連発です。で、これが何を意味するかってことなんですけども、ちなみにこれ、サンバガラスあるでしょ。サンバガラスの後にためらいはあったんですけども、強くまた下の方に下落していきましたね。まあ、これは日銀の発表もあったからなんで、材料の影響もね、ここは大きかったわけですけども、まあ、こういうふうに形を作ってしまえば、もう今はテクニカルの方に溶けていきます。 で、チャンネルラインをね、まあ、ねあのこういうふうに斜めに引いてるのだいぶ前からお話してますけども、ずっと破れなかったこのチャンネルラインが、一旦崩壊すると、これだけの下落が起きるってことですよね。158円あたりから、今、149円、10円ほどの下落が、このチャンネルライン崩壊から起きてきたってことです。で、今後、どのように見ていけばいいかってことなんですけども、当然ですけども、基本的には下の方に行くかなと。ただ、月曜日、 1 147 148単位で見るると月曜日にに限っては円、円の方に一旦浮かび上がる可能性があります、ね。そうやって月曜日の資金を飲み込んだ上で改めてえ月曜日の夜っていうのは ISM が出ますよね23時にその後でまたあ1週間の動きっていうのが出る可能性がありますねそれが下に向かうんじゃないかなというふうに思っております はい。それでは4時間軸になりますけども、このあたりになると、もうすでにね、8月5日のトレードにも影響していきます。まあ、毎回申し上げますけども、トレードに自信のない方や、月曜日のトレードをね、あの、まだ手をつけてない方っていうのは、じっくりと月曜日1日様子を見ていって、動きを確認してください。その上で火曜からトレードのことを考えればよろしいかと思います。はい。それで4時間なんですけども、下落トレンドっていうのが、相変わらず守られてますね。 もう下落の一方です。で、テクニカル的に解釈していくと、移動平均線にぶつかれば落ちていく。で、帰りを持ったままくっついていって、移動平均線で下に弾かれて、帰りが進んで移動平均線にぶつかって、また下に下がっていく。この繰り返しですね。このリズムがこれからも続くってことです。4時間以上の1日足、週足、月足、どうでしたかね。全部下落だったでしょ。で、4時間も下落ですよ。はい、で、これ、帰りが進んでますんで。 結構移動平均線とローソク足離れてるでしょだから月曜日に限っては寄りつきでぐっと上の方に上がる可能性があるのでそこを見ていきましょうってことになります月曜からトレードされる方は午前中様子を見て午後から仕掛けるってことになりますねはいでは最後に1日足を見てあえっ、ー、と1時間足を見ていきましょう1時間足も4時間足とほぼ似たようなもんですこの辺で横ばいの絡みはありましたけれどもやっぱり 下がって移動平均線ぶつかって、下がって移動平均線ぶつかって、下がって移動平均線突き抜けるかなと思ったら突き抜けずに下がっていって大きく下にっていうところですよね。下落トレンドは全時間軸で、えー、下の方に向かってますんでね。まあこれ以上に強い、えー、説得力のある材料はないかなと思います、えー。繰り返しますけども、月曜日に限っては寄り付きですから冷静になった投資家さんが、えー、まあ利確とか損切りをね、えー、含んだ上で 上昇を狙ってくる可能性がありますのでそちらの方を見ていきましょう少費金の方ってのはね本当にねすぐにね損切りしたりロスカットにあっちゃうわけですよで資金がしっかりと持ててる方ってのはなかなかねその投資資金を引き上げませんから 例えば、今回の件で言うとね、週刊トレードで埋め込んだ資金とか、中には月刊トレードっていう方もいらっしゃるわけですよね。まあ、なかなか FX でね、年間トレードって年に一回資金入れたり引っこ抜いたりするって方いないと思いますけども。うん。だから株との違いっていうのはそこが大きいわけですよね。株っていうのは上級者になると数年単位で据え置くわけですよ。うん。やっぱり数十年とかね。20年、30年っていうのは株の世界ではまあ当たり前ですからね。その間、配当とか、 それから優待っていうのを受けて、まあ、いわゆる小銭を稼いでいくわけですよで基本的には株っていうのは一回買うと10年とか20年埋めておいて、まあ、資金がね倍とか3倍とか5倍とか10倍になるのを狙うって感じですから私たちは株式を買うほどの大きな資金を使ってませんけどもその代わり毎日、えー、やっぱりこうね日に商売してるわけですよ今日の利確、今日の損切り、まあ、こういうのを積み上げて儲けていくってことになります今週もよろしくお願いします